当然これは心臓よりも後の問題ですよね。はい、なので IABP は治療の目的で入れるんですけども、治療するやっぱ限度がありますね。これ何をコントロールしているかというと、これはですね、末梢血管抵抗、つまり高負荷のコントロールで入れているということです。全負荷にはもう何の作用も及ぼさないってことですよね。だって心臓よりも後に入れて治療しているわけですから。そうですよね。これはもう高負荷のコントロールをしているんで、全負荷はもう関係ありません。全負荷はできません。高負荷です。高負荷のコントロールをしていますよということなんです。はい、なのでこのフォレスター分類の4群のところをですね、この高負荷をコントロールしてですね、1群に持ってくると、それが IABP の治療ですよということなんです。でやってることは高負荷です。はい、シンプルにまとまって驚きました。今までで一番感動しましたと称賛されたセミナーで、 IABP を後輩に説明できるようになります。こちらのセミナーが書籍になりました。Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー動画がついており、こちらの QR コードから読み取り、何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口聡氏ホームページから書籍価格の 30% オフでこのセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。IABP の効果って一体何がありますか。大体ですね、この6つ本当にそうですかっていうのをちょっと考えてみませんか。はい、心臓の動きは2つです。 IABP どうですか。 IABP の動きは収縮と拡張の2つなんですよ。 IABP の効果も2つしかないんですよ。何なのかっていうと、はい、拡張の時の原理、これがそのまま効果になります。そして収縮の原理、この2つしかないってことです。もう IABP は原理さえ分かってしまえば全てが解決します。まあ、合併症もそうですし、看護のポイントだってそうです。人に説明するときもこれだけ分かっていれば全て解決する問題なんですよ。本日のゴールです。この IABP が怖いっていうところからですね、もう IABP が得意だと人に説明できるというところまで入っていきます。 IABP を後輩まで説明できますよと、今日このセミナーですね、そのレベルまで達していただけます。根本的な問題です。はい、問題の1、お手元の資料ありましたらね、そちらを見ていただければと。 IABP は原理が全てなんです。 IABP の原理はたったの2つです。はい、ダイアストリックオグメンテーションとシストリックアンローディング、これだけなんです。収縮と拡張しかしてないわけだから、これしかないわけです。 IABP は原理が全てです。こうですね、まず理解してくださいと、明日からですね、後輩に説明してあげてください。